はい、瀬名社長です。舞社長です。はい、なでしこ版令和の虎の新虎の舞社長に今日は来ていただいてます。メディア露出初めてです。そうですね。視聴者の皆さんにもですね、ぜひ舞社長の魅力を分かってもらえたらなと思うので、じゃあ舞社長、改めてですね、まず何をしている人なのか、はい、自己紹介をお願いします。はい、今はですね、私2つ授業してまして、ホームページ作ったりとか名刺作ったりとか、街にありふれてるデザイン系のものを作る事業部と、プログラミングスクールの事業部の二軸で会社をしてます。うん、今会社始めて個人事業主の期から合わせて5年目で、私そもそも全然違う仕事してたんで。看護師ね。そうなんですよ。看護学校行って看護師して、で専業主婦して、独学で勉強して今の仕事を始めたので。5年前が妊娠中だったんですか？1人目の子供が1歳で、2人目の子供が妊娠中でした。はあ、それで起業したんですか？そうなんですよね。なんでまたそんな起業したかったんですか？これもあれですよ、いいんですか？いいですよ。義母とすごい折り合いが良くなくて、うん、今シングルなんですけど、うん、なんか自立しないとなと思ったんですよね。で、看護師しようかなって最初思ったんですけど、やっぱり夜勤とかあるから子供一人にしてしまうなと思って、どこでもできる仕事始めてみようと思ってやったのが今の仕事です。なるほどなるほど。それがプログラミングをまず独学で学んで、はい、自分でプログラミング受注したところからがスタートってこと？あ、そうですそうです。ホームページをね、作らせてもらってっていうところからスタートですね。コロナの前に始めたんですけど、うん、この業界すごい男性ばっかりだったんですよ。なんかしかもインテリな感じの方が多くって、うん、もうちょっとね、感情で話できる人ってなったら女性がプログラマー育てたいなと、うんうんうん、それでスクール始めた感じですね。なるほどね、うん、もう離婚前提にしてたってこと？そうですよ。だってこれ言ってなかったもん誰にも。だって仲いいブランディングしてたじゃん。仲いいブランディングしてたんですよ。じゃあマジで5年ぐらい前に出会ったのかな。あ、そうです、ね、我々は、うん、あれ、私も実はその時はとある企業のちょっといろいろやってたんです。今の事業はやってなくて、でそれ自立したくて女性コミュニティみたいなので出会ったんですよ。そうなんです、もともとは。で、まあそこからのご縁なんですけど、うん、妊娠してで起業して、うん、で今やね、すごいうまくいってるんですよ。うん、一人企業で億超えてるんですよ。これすごくないですか？舞社長がいいなと思ったのは、妊娠中に起業されて、で、なおかつ別にスキルがあったわけでもないのに、うん、自分のできることからやり始めて億超えた、うん。これって、例えばこの動画見てて、働けない女性、ママさんだったりだとかにもすごい勇気を与えるんじゃないかなと思って、東京来てた時に、レートルなでしこ版出ないって声かけたのできっかけなんですね。そうですね。ママさんに対してプログラミングを教えて、うん、で、家でもできるよみたいな、はい、そういうスクールをやられてるわけですよ、はい、こういう虎なかなかいなかったかなって今まで思ったんでちょっとお声掛けしたんですけど、うん、なんでママ対象なんですかね？走りがママやっただけで、うん、今はどっちかっていうとワーホリ中の子とかが多いんですけど、うん、自分はペルソナにしたんですよ。30代子供がいてる、もしくは妊娠中、うん、家から出られない、周りの協力を得られない、うん、でも稼ぎたい女性みたいな感じで始めた、うん、だからママだけにしたんですよ。ブレたらその分枠広がるんですけど、全然集客に繋がらないんですよ、うん、だからママに決めてインスタグラムを走らせ始めた。で、途中でインフルエンサーの女の子が普通にスクールに来てくれたんです、うんうん、この子は海外に行きたいんですって言って、このプログラミングのスキルを身につけてワーキングホリデーに1年後に行きたいって言ったから、うん、じゃあそれ叶えようって言って、うん、で、その子が稼げるようにサポートをして、うん、で、今は6割ぐらいが若い子、20代前半から後半ぐらいの。何人ぐらいいるんですか？マンツーマンのスクールなんですけど、うん、スクール3年目で250人ぐらいです。250人の結構ずっと通ってるみたいな感じ？通いきりなんで、うん、卒業が決まってて2ヶ月、3ヶ月、でも卒業してからも集まってない？集まってます。有料のオンラインサロンがあったりとか、うん、コースがその後もあるんで、うん、そっちに移動して。結構その離脱率低いんじゃないですか？ゼロです。えスクール自体ですよね、うん、スキル習得までの場所？そう、習得までゼロで、あ、ゼロゼロゼロ。もうその後関係も続いてる人はどれくらいいるんですか？あ、その後の関係はやっぱり2対6対2の法則があるんで、うんうん、そこに乗っ取ってるなと思うんですけど、濃いメンバーが大体50人ぐらいに
だからまさに女性はスモールビジネスはうまくいくよってよく言ってて、はい、でも結構スモールじゃなくなってきてるんだけど、意気的に、だけどなんかまずできることからやり始めて、今いるお客さんをきちんと話さないようにしてるみたいなあたりが、すごくなんか真似できるとこいっぱいあるんじゃないかなと思って。そんな舞社長が女性がビジネスをするってどう思いますか？え、めっちゃ良くないですか？めっちゃいい、めっちゃいい。女性が自分で稼ぐって子供の教育変わってくると思うんです、うん、まあ確かにね。そこに投資してくれる女性が増えたら、うん、私の子供が幸せになるなと思ってて、うんうん、だから私が幸せになるというよりも子供の時代が幸せになってほしいから、女性にもっと活躍してほしいって。それでもわかるわ。多分課題に対してだとか人生で壁があるから、どうやって乗り越えるかを教えるのが多分親だと思うんだよね。そうです。それがなんか全部やってもらっただけの女性だと何も言えないよね。与えられてばっかりやったら不幸になっちゃう。あと男あんま教育戦士だ、うん、結局女だし、ね、お母さんだからね、結局ほんまにしないから結局。いや現実はそう、結局ね、やってんの女だから、うん、まあこうやってなでしこ版出ても分かるけど、うん、女性だからもちろんいいところいっぱいあるんだけど、うん、なんかビジネスする上で足りてないなとかって何かあります？数字が弱いのと、うん、あとは地固めができてない、なんかブレてる、うん、それどうやったらいいんですかね利益出す、まあ、そういうことだよねそれしか言えない。でも女性の強みもありますよね。ありますね。会社女の子しかいないんですよ。で見てて思うのが、関係がうまくいってたら、うん、繊細なとこ読み取れたりとか、うん、できるものもすごい繊細で女性らしいものが出来上がったりとかもするから、男性には出せないものを女性なら出せるのにな、うん、それをうまく作用したらすごいいいものができるのになって見てと、うん、でもそれを女性自身が分かってることが大切ですよね。これどうやって教えてます？どうしてるんですか？まずは現地点を、自分の立ち位置を分かってるところからかな。結局現地点が分かってないと進み方は分かんないじゃないですか。そうですね。1年後は見えるけど、5年後10年後見えてない子が多すぎるから、そこでどうなりたいかっていうのは定期的に話し合いますね、うん、なでしこ版どうですか？難しいですね。何が難しいですか？なんかね、言いたいことはたくさんある。やっぱり5人に囲まれての1人でだんだん萎縮していってしまってっていう人に対して、どこまで言ってあげたらいいんかなと思っちゃいますね、うんうんうん、そういう時はなんか全然助け舟出してあげてもいいんじゃない？周りの空気がそうだから、なんか気にする人はあんまりないかなと。やってる女性たちは別に自分の言いたいこと言っていい、うん、だけど大事なのは6対1にする場ではないんですよね、うん、全然。だから助け舟を出してあげるとか、フラットにしてあげる、あ、してあげた方がいいかもって気づいた人がやればいいんですよ、うんうん、場を見て自分がこうしたいと思った方にはっきりと舵を取ればいいのかなって思いますわ。わかりました。はい、そうです。1回目の時に0点を出したじゃん。はい、あれすごい良かった。いろんな観点で見ません？うん、その子を応援したい気持ちはある。あ、でも、うん、ほんまにこのまま社長にした時に、うん、その下にはいっぱい人がおるっていう現実もある、うんうん、そんな無責任に決めたあかんってめっちゃ思ったんですよ、あの時は、うんうん、でもあそこで主張を通したのはね、すごい良かったなと思いますよ。でもめっちゃ言われましたけどね。え、コメント欄で主義主張があるからアンチがつくわけよ、うん、アンチがつくとかマイナスなこと書かれてもいいわけです。そうです。あ、でも私そうだ、1回目出た時はすごいあの妖怪人間ベラに似てるってめちゃくちゃ書かれたから容姿は書いた、バカみたいに書かれて記憶すぐ改ざんしちゃうから忘れてたけど、最近ベラって言われたら、ベラが最近可愛く見えるみたいな。皆さんね、あのね、見慣れてるだけだから感じ変わってねえから、むしろあの時の方が若いんだからさ。なんか女のさ、経営者が出るとさ、大体容姿のこと書かれるよね。ダリマジで、うん、だから我々は整形するわけですよ。だから我々は肌管理をしてね、ダイエットしてるわけですよね。そうですよ、ジムに行ってベッドにさ、行ってねえよ、うざいっすわうざいわ、おもろい、うん、だけどしょうがないよね。ある種さ、女性にとって美容ってさ、うん、武器にもなるから。そうですね。だって勝手にフィルターかけてくれるからね、うん、別に生まれてこの方絶世の美女でキャラで生きてきたわけじゃないんで、うん、でそういうコメントが来てもちょっと戸惑うんだよね。すごい綺麗、やばい、今日も癒しが来ると、え、そういうキャラじゃないんだよなみたいなそこで売ってない、そこで売ってないから、なんかそういうコメントもちょっと恥ずかしくなっちゃうからっていう、このね、我々乙女の葛藤ですわ、皆さん。ほんまですね。じゃあ、舞社長から見て、なでしこ版の志願者の皆さんに、なんかアドバイスとか、なんか足りてないもの、なんかちょっとヒントいただけたらなと思うんですけど、どうですか？さっきも言ったんですけど、うん、数字の部分が弱いなっていう方がすごく多いので、うん、しっかりと、まずはどうしたら利益を出せる事業モデルにできるのかっていうのは、やってる中でもいいから、うん、
定期的に確認してほしいなと思います、うんうんうん、で数字が出ないとかであれば絶対どっか直さないといけないし、うん、そこを見直さないと上にはいけないし、うん、個人事業主の方多いじゃないですか、うん、女性の方ってしっかり自分で立ち返ってやらないと大きくなれないかなと思います、うんうんうん、リスクを回避してどれだけ固定費を抑えてできるか。でもこれこそ女性の経営者の考え方って感じ。マジで私ね、そこがねあんまりないんです。リスク取りまくりそういう経営をしてきちゃったから。でもそれって相当性格とかにもよるから、マジで自分に合った経営した方がいいです。マリ社長もまあ虎としてはね、まあ、2回目だからね、はい、細い先生にアドバイスいただいた。あの人が一番ベテランだから、うん、もう5年以上やってるから、はい、キャラ付けをしなさいと。お、はい、表に出てきたことない人は特にこういうキャラで打っていくっていうのを、うん、あのブランディングを決めなさいと、はい、振る舞い方を決めなさいって言われたんで、例えば細井先生だったら、医者かけるヤンキーかけるなんか家みたいな。前社長はなんかどこを大事にするかとか、あとなんかどういうキャラで打っていくのかってなんか決めましょう。いいですね、うん、バラを刺す基準として考えたいのは、うん、やっぱり稼げる女性が増えてほしい、うん、ってなるとやっぱり数字の部分は一番見ときたいなと、うん、逆にね。じゃあ私は反対だね。だからそれ良くないですか、うん、逆の方がね。いいよ、いいよ。じゃあ掛け算するね、はい、じゃあまずママ企業じゃん、はい、ママかけるかわいい系かけるガン詰めでいいんじゃない、ね、数字ガン詰め。理論しか言わないこいつ、理論しか言わねえやっていう。そういいですか。いいですよ。いいですって。でも根性あるよね。ど根性だよね。あ、そうです。そうだよね。カエルって呼ばれてる。ど根性カエルって言われてるんで、この人。カエルって絵文字のコメントしといてください。かわいいじゃん。ど根性カエル。ど根性ママガエル。ど根性ママ数字ガエルにしましょう。ややこしい。ど根性ママ。ど根性ママ数字ガエルにします。一応3つ掛け算されたんで。コメント欄はカエルでお願いします。まいちゃん応援するときはカエルの絵文字を打ってほしいなって思うんで、ちょっと前社長はね、私とちょっと違う目線で、やっぱ数字でしょと、やっぱ利益率でしょっていうところをがっつり今後見ていくということなんで、今後前社長と、私もね、津田社長も、どっちも応援してもらえると嬉しいです。では、今日の動画がいいと思っていただいたら、グッドボタンとチャンネル登録、そして買